花の82年組女優介護士准看護師の北原沙和子です。じゃん、ドカちゃんです。はい、ゲストにドカちゃんが来てくれています。はい、ボクシングだって、打たれてるな俺はボクシングやってました、トカシキです。はい、よろしくお願いします。はい、ますじゃあ今回は前回言った、はい、世界のお話、はいはい、ね、世界旅行へ行った、行きたい世界、美味しかった国を、お話とか、危険な話があった国とか、まあ、そんな話を、はい、もうもろもろいろいろね、みんないろんなとこ行ったことでしょうから、はい、そんな話をしたいと思います。思います。じゃあまず、行った国で、あ、よかったなと思う国。私はね、あの実は一人旅がすごい好きなんです。ほう、一人で行くの？そう、一人で行く。アイドルが一人でうろうろしちゃうわけ？おう、もう関係ないもん、海外行っちゃったら。いやいや、海外の方が危ないって言われてるじゃん。あ、まあもちろん危ないといえば危ないんですけど、だけどしっかりそこのところは身は守る努力はすごくします。事前に身は守るってこんな可愛いからってどうやって身を守るわけですかだから安全策は必ず取る、空港から例えば必ず安全な形で移動するとかね。ああ、送迎付きの、ツアーコンツアーで申し込むとか、そういうことはきちんと守ります。そういうのはってきちっとあるんだよね。あるの？要するにこの海外行ったら、この地行ったらここに行くなとか、ここにはあの危険だからどうのこうのとか、なんかそういう地域とかちゃんと教えてくれるんだよね。そう、そういう情報はきちんと収集した上で行く、それにしても一人旅か、これすごいね。一人が好き、一人がとっても好きなわけだ。一人で、ま、自由に、思うように、自分の思うように行動できることが好き。結構ね、私の周りにもそういう人いますよ。イタリアに一人で買い付けに行くとか、で買い付けに行くけど一人でも旅してくるとか、はい、タレントの岡本夏樹ちゃん、岡本夏樹ちゃんも結構衣装を自分の買いに、海外に一人でポッと行くんだ。あ、そんな感じ。結構一人で行く人いるんだよね。なんだろうな、平気なのかね。まあ、僕ら一人で行くとつまんないだろうなと思うから人と行くんだけど、でもね、いいですよ。私はその行ったらもうその日のうちにエッフェル塔を見ちゃったりとかして、そのセーヌ川を朝早く起きて歩いて、で、ノートルダム寺院に行って、まあ、ちょっと気持ちを清めて、で私がすることって実は特別なことはあまりなくって、マルシェっていうそのちょっとした市場みたいな庶民的なところに行って、もう本当に庶民的な飲みの市に行ったりとか、飲みの市って言えばね、みんなに紹介して。かゆそうじゃん、飲みの市って。それ飲みの市。違うんだな。飲みの市で買ったもの、これ。なんでもない。なんでもない。かわいいじゃん、かわいいじゃん。なんでもないものなの。これ、飲みの市って結局アンティークなものとかを買って、あの置いてたりするんですけど、これね、これ癒されるね。癒されるでしょ。これただフランス人が書いたってことでしょ。そう、フランスのおばあちゃん。おばあちゃん、自分で書いたんですかって聞いたら、そうだって言うから、もうこれね、多分ね10ユーロぐらいで。10ユーロということは日本円にしたら1400円とか1500円。あ、安いよね。あ、こんな素敵な映画癒されるが1000、まあ、2000円弱かな、500、2000弱、これいいね。スリランカの話していいですか。あ、スリランカ、スリランカの話いいじゃん、いいじゃん、スリランカね。ちょっとね、これね、業界で有名になっちゃって恥ずかしかった話したんですけど、スリランカに写真集のロケで行ったんですよ。で、その時に撮影がまあ終わった、撮影が終わって、あ、終わった終わった、レンズの撮影が終わったとか思って、でちょっと田舎の方から都心にこう戻ってくるところの途中でご飯を食べようってことになったんですね。でホテルがあったので、そこで車から降りたわけですよ。で私たちの車ってもう日本の観光バスあるじゃないですか、あれをチャーターした感じだったので、すごいそのスリランカで走ってると、おーっていう感じでみんながこう、まあみんなの目を引くわけですよね。でホテルで泊まって、みんなでじゃあご飯食べようとかって出てきます。したら、まあ、カメラマンが先に出て行って、その後私が行って、後ろに女性編集者がいたんです。したらカメラマンが、サオちゃん、現地の人がさ、ワニ、野生のワニが見えるって言ってさ、行くって言われて、野生のワニ、だってワニなんて動物園でしか見えないじゃないですか。いや、そうだよ、ワニ怖いよ。いや、でも野生のワニって言われただけでも、
もうすごいワニワニワニ野生のワニが見える、ワニ食べれると思ったわけ、うん、それは思わない 逆だから食べられちゃう野生のワニが見れるって思っただけで口じゃったって言ったわけですよ、うん、カメラマンにワニワニワニと思ったらどん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 人里離れていってなんかこう運河みたいな時に連れて行かれたんですよね。で連れて行ってくれてる人たちは5、6人いたんですけどみんななんかこう元気なんですかあんまりこうきちんとした洋服着てる感じの人たちじゃなかったんですよ。まあまあまあ、 奥深く入っていくからいろんな。なんかそう。あ、武器はついてないですよ全然。武器はついてないですけど、こうなんかそのこういう感じの、うん、こういうのをこうなんかこうかけてるみたいな、うんうん、なんか男性がね。そう巻いてるみたいな感じだったんですよね。なんか多分そういうのもすごく新鮮だったんだと思うんですよ。ついて行って運河のところにイカダがあったんですよ。うんで、ここに乗れっていう風にちょっとだけドキッとしたんです。大丈夫ってまあ思ったんですけど、ここまで来たら乗るしかないよって私言っちゃったんですよ。で、カメラマンと私と編集者と3人で乗ったんです。そこに、まあ、男の人たちが5、6人、まあ、一緒に乗ったわけです、現地の。で、まあね、イカダをこう男の人たちがこう漕いで行ってるわけです。で、だん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 、なんかこう奥に入っていくにつれて、まあ、樹木が増えて、こう激しくこう何樹木がこうなんて垂れ下がってるようなところをこう行くたわけですよ。影の中と大丈夫だね。だからちょっと怖くなっちゃって、ちょっとだけ、まあ、危険な状況に私たちは置かれているかもってふと思ったわけです。どんどん岸から離れて。離れて。え、随分遠く来たなと。そう。でカメラマンがなんか交渉してるわけですよ。なんかその多分この金額がこれだけだって突きつけられたの でここにはお金がないからホテルに戻ればあるみたいなこと言ってたわけですよね。それでこれはとてもまずい状況になっている、どうしようと思ったらもうすごい怖くなってきてしまっていて、だって奥地行ったらね殺されるかもしれない、まあ、金がないなんて言ったらね。そんなことはまあ考えもしなかったですけど、ただあのいわゆる日本でいう悪徳商法みたいな感じで私は受け取ったんですね、うんうんうん、でももう怖くなって帰りたいモードになっちゃったわけです。自分の中でマネージャー男性、マネージャーはいないです、乗っかってないです。マネージャー誰一人だけ乗っかってカメラマンと、カメラマンとタレントの私と女性編集者、うん、3人だけです。3人だけ、はい。で、まあ、怖くなってどうしようカメラマンの交渉がうまくいってないっていうところでもうどうにもなんなくなっちゃってカンバーって言ったんですよ。もうどうしようもない、殺されるみたいので、カンバーって言って出ちゃったの。まあ、何だか分かんないけど言っちゃったんですよ。でそれでもなんか一緒にって男の人が見たんだけど反応がなかったからカンバーって叫んじゃったの。もう叫んじゃった、普通女性ならもう声も出なくなるよね。女性じゃなかったんだ。なんか私も男だったんです。親父だったんです。親父になったんだ。そしたら男の人たちがびっくりしたみたいで。急に戻ったの。それいい人だったんじゃないの。悪い人がいい人に変えちゃった。ビビっちゃったんだ。ビビっちゃったんだ。悪人たちも。なんかみたいで。サコちゃんのその覚えで。わかんない。さすが女優さんだよね。すごいね。で、戻って、で、まあちょっと、よかったって思って、で、まあ、ゾロゾロついてきたわけです。お金多分もらおうと思ったんじゃないですか。男の人たちもゾロゾロついてきて、でホテルに戻ったらそこにコーディネーターとマネージャーと警察官がいて、もうすごい怒った表情で、なんで警察まで分かってたわけ。あのコーディネーターがもう警察に連絡をして、うまく連絡してたんだ。連絡して、もう多分この状況は危ないかもしれないってことだったらしいんですよ。なんかちょっとまあね、こう法人が、そうか、そういうこう事件がちょっと多発してたみたいなところがあったらしくて、やばいじゃん、多発してる事件の一人になるとこだった。でもいい人たちだったんですよ、きっとその男。いや、いい人たちじゃないじゃん。カンバーっていきなり言ってビビっちゃったんだよ、その人たち。よかったよねって、ビビったのもいいけど、そんな時そんなよく発想できたね。口怖くてどうしようって泣いちゃうよ。カンバーすごいね。もうそれしか言えなくて、もうなんかだから帰ってきた時にもうマネージャーとかに何を怒られて、でもそれ心配したろうね、一時期ちょっと有名な話になっちゃった。その業界で有名になったんだ。いや、アイドルが海外行って、危ない、もう殺されそうやったぞと。いや、怖っ。そういうことありました、ね、それもサーコちゃんの一言で解決したわけだ。それすごいよね。カムバック。
いや昔思い出したよ、ダンスの時トカちゃん前見なさいよトカちゃん前見なさいよって、あそれ思い出したよ、急に変わるんだね、なんかこれだと思ったわけ、ね、すごいね。いやでも私それに似たようなこともあって不思議に不思議な話って海外に行った時あるよね、うん、あるある。私あのマウイマラソンっていうので、はいはい、今から20年近く前から、はい、その時にあの上岡龍太郎さんのマラソン大会で、うん、マウイ島マラソン大会上岡龍太郎ってあった、それに行ったわけ、でその時に、減量して、もう節制して遊びもしないで一生懸命頑張って行ったわけで、上岡さんが絶対トカちゃん私は負けないって言って、まあなんとか上岡さんを抜いて帰ってきたんだけど、はい、もう辛くて減量してるし節制してるし遊びもしないから、いや終わった、もうゴールした、もう今日はどっか飲みたいって思ったわけで、一緒に走った人がちょっとあのまあまあ昔不良やった人で、まあその時はもういい人なんだけど、まあ私より7つぐらい遠くらい上なんだけど、一緒に走ってで意気投合してでゴールしたから、今日夜飲みましょうよっていう話になって、で一緒に飲みに出たんで、あちこちで飲んで、まだ飲みたいなって、もうそこの12時ぐらいでみんなどんどん店が閉まっていく、まだ飲みたいよねって話からタクシー止めて、ちょっと2、30分行ったところに金切れ銀の店があって、あここでいいや、って降りたわけ、さあ降りたら店の前に行くとずらーっとハーレーダビッドソン、はい、ずらーってなる、はい、海外に暴走族っているの、うん、どうなんだっけ、で向こうの暴走族って若い人じゃないし、おっさんばっかりなの、で、まあ、結構凶悪な人が多いらしいんだよね、海外の暴走族っていうのは、で僕ら酔っ払ってるで浮かれてるから、ゴールあのマラソンも走ったから、で奥に入ったわけ、誰もいねえじゃんとか言いながら、まあ、2人で奥へ座って酒頼んでると、向こう側にずらーっと何十人も、その暴走族がいたわけ、ハレー乗ってた人たち、これがずらっと見てさ、こう人相悪いのがどん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 寄ってきたわけ、はいはい、酔っ払ってるから2人とも、でそのあんちゃんの方が、おい渡嘉敷ちょっとやばいことになるぞ、まあなった時はなった時もう酔っ払ってるから気も大きくなったんですよ、なった時ですよ、でどん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 この登山ナイフみたいなの抜いてどん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 近づいて、怖い、でも酔ってるから気も大きいし、いつでも来いみたいな、これ3メートルぐらいに近づいてきた時、こんなんでわーっと転んだした時に、チャンピオンって誰か入ってきたの、はい、だって昨日来たばっかりで、初めてマウイ島に初めて入ったんだ、昨日来たばっかりで、はい、誰も知ってる人いないんだから、はい、それチャンピオンって入ってきた、えって見たら、その前の日にステーキハウスに行ったわけ、ホテルの中の、そのステーキを焼いてくれた人の隣のお兄ちゃんだった、焼いてくれてる、はい、で私は覚えてたわけ、なぜかというとその向かいに日本人がいて、あの人は日本で有名なボクシングの世界チャンピオンだよ、ワールドチャンピオンだって喋ったわけ、でそれはなんかちょっと離れたところだけど聞こえてたわけ、はい、でそのお兄ちゃんだったわけよ、はい、偶然私の前のお兄ちゃんじゃないですよ、隣の、はい、それが偶然入ってきた、その人が入ってこなかったらもう私ら危機一髪っていうところで、だ何十人もいるんだ、はい、それもこんなナイフ持ってさ、はい、でやろうとしてるわけだから、はい、酔っ払ってるから、それでチャンピオンって入ってきたから、この人たちが、おい今常連さんだったんじゃない、なんだそのチャンピオンっていうのは、いやこの人は日本の有名なワールドチャンピオンだ、何のボクシングの、ボクシングのワールドチャンピオン、うおーってもうみんなで顔見合わせて、うわーってもうあのなんだ登山ナイフをしまってみんなで大拍手、はい、それでもう酒持ってくるわ、ダーツのこれを持ってきて遊んでくれって言うわ、アメリカってボクシングすごいねって思ったわけ、こんな小さな世界チャンピオンでももうみんなが叩いてくれた、不思議な話でしょ、うん、すごいっていうかすごいいろんなことが偶然じゃこの人入ってこなかったら、死んでるかもしれないんだから、チャンピオン、それも開けてすぐ分かったってありえる、ありえない、偶然の偶然でしょ、開けた瞬間におチャンピオンって入ってきたの、それで止まったんだよ、いやすごいね、すごい、だから海外でいろんなことがあるよ、その人来てなかったら、いや おそらく今頃天国でサワーこっちは、ね、早くおいでって言ってる本当だよねすごい話でしょ、ありえない話があるんだよ、うんそうです、まあでも
また皆さんがね、うん、行きたい国とかどっかの話とかあったらね、うん、やってみたいですね、うんうん、あと自分の体験で面白かったこととか、そうそうそう、あったみたいな、ぜひ投稿くださいね。そうですね、はい、そんな話もぜひしたいと思います、うんうん、はい、うん、でそんな話、面白い話ください、うん、ください、ね、私たちもまたそんな話をしますから、うん、よろしくお願いします。またね、またね、とかチャンネルで、こちら、サワチャンネル、サワチャンネルで騒ぎましょう、はーい